あるゲオボートっていうビデオレンタルショップの前にいるんですけども、私休みといえばビデオゴルフ、もうねしょっちゅうお世話になってるんですけど、え、君もお世話になってるでしょ、ビデオショップには。お世話になってる、あんたそれいかがしいビデオじゃないだろうね。え、ジュンさんにはそういうビデオ見ちゃいけません。まあでもこの中にはね、話題作とか、まあ古い名作とかいっぱいありますんで、その辺をちょっと探ってみたいと思います。そこで今日のゲストは映画評論家の秋元健太さんです。おはようございます。おはようございます。どうもお願いいたします。今日は朝ちょっと早いですけど、はい、もう朝強いですから大丈夫ですよ。はい、それでは早速この中に行きましょうか。はい、行きましょう。この番組は楽しさ無限大セガエンタープライズスがお送りします。サーキットにエグゾーストノートが響くとき、一瞬のためらいが勝者と敗者を分けることもある。グランプリ全16戦を走り抜け、1万2000回転でシフトアップ、6速で第1コーナーに突っ込む。ヘアピンは7速から2速へ、ライバルを捉え S 字で抜く。400キロ旋回トップに立つ、そしてチェッカーまでぶっちぎりだ。スーパーモナコ GP セガー。縦横斜めクリア、頭開眼。コラムスメガドライブでセガー。悪の組織愛を追い詰めろ、で戦え、超サイバーアクション、 e スワットメガドライブから。セガー。秋元さんすごいですね。すごい綺麗だし、綺麗です ね、 ねスポーツプラダというか、そういうスポーツセンターみたいなね、なんかあのエグザスとかね、なんかエロビとかやるような、本当そういう感じでインフォメーションって感じで、もう今までのイメージぶち破ってますね、これは ね、 今までのなんかビデオショップって言ったら、結構暗いようなイメージっていうか ね、 ここまで綺麗にね、できてませんけど、あ、そうだ、ちょっとカメラさん、これなんだろう、秋元さん、これは何ですかね。今頃気づいちゃったな、なんかことが重いなと思ったら、これはですね、私たちが気に入った作品とか、おすすめの作品を入れて、それで機体持ってって後でゆっくりっていう。その通り。あ、素晴らしい。いやー、駅弁を売らされるのかと思った。そうですね、最近見たのでは、やっぱり劇場で当たったのが多いですけれども、恋人たちの予感、これはやっぱり僕もおすすめですね。これは会話がすごくおしゃれっていうか、ハイセンスな、本当に ね、 ね、女性一人で見てもいいし、男一人で見てもいいし、二人で見たらもっと面白い、クスクス笑えるような感じですね、実感湧くようなね。そうですよね、これ入れなくていいですか。あ、入れましょう。戻しちゃったやけど、ごめんなさい。じゃあ、はい、これも、これ最新作、恋人たちの予感、はい、これ入れちゃいましょう。はい、ニューヨークマンハッタンの四季折々を舞台に、おしゃれな男と女の関係を描く恋人たちの予感。この映画で大人の恋をお勉強しましょう。動物好きな人にはね、僕はこれなんか割といいんじゃないか。それは何ですか。 K9 というね、はい、あの刑事と警察犬のコンビで、あの犯罪捜査をするという、この犬がね、あの非常にこう個性的な犬でね、あの人間をからかったりしてね、あのちょっとひねくれ者の犬なんですよ。じゃあこの犬の名演技が見ものですね。僕動物好きですから。私も大好きです。このワンコはかなりいいですよ。麻薬組織を追う刑事がわがまま警察犬と繰り広げるドタバタハチャメチャコメディ。最後に人間と犬のペーソスあふれる触れ合いが思わずほろりとさせます。全米ナンバーワンヒット記録の K9。
いてご紹介しますのが、ここ渋谷にありますワールドスポーツプラザです。ここはどういうお店かと言いますと、じゃん、見てください、スポーツビデオショップ。なんと1000本のスポーツ関係のビデオが置いてあるんですよ。見てください、全部スポーツビデオなんですよ。アイスホッケーでしょ、サッカーでしょ、ラグビーでしょ、野球でしょ、ね、すごいでしょ。ここのお店の特徴はなんといっても海外直輸入なんですよ。全部英語、日本語なんて一つも書いてないんですよ。現地の生の試合がこのビデオで味わえちゃう、これがこのお店の売りです。店長、このお店の一番売れてるビデオは何ですか？このサッカーのワールドグレーテストプレイヤー、これペレーとマラドーナをはじめとするサッカーの名プレイヤーたち11人の選手に集めたビデオですね。これには日本語の字幕スーパーの入ってます。ご丁寧に日本語まで、はい。もう一つは、もう一つは NBA スーパースターズ、これアメリカのバスケットボールのスーパースターたち7人の選手を集めたビデオになります。あー、そうなんですか。なんかプレゼントなんかしてもらいたいななんて思ってるんですけど、なんかありますか？じゃあこれ特別に各10名様ずつプレゼントいたします。で、10名様もビデオがもらえちゃう、すっごいですね。いや、涙がポロポロ。さあ、宛先は5秒間だけ出します。せーの、ドン。ありがとうございます。皆さん、わかって待ってます。どういうのがありますか？あ、グレンミラー物語、はい、これ桑野信義さんにプレゼントしていただいた。あ、なるほど。長い3時間ぐらいあるって言ってましたけど、まずは長いとか言ってましたよ。ちょっと待ってください。いや、2時間。あ、なんだ。あ、2時間、2時間ぐらいとか言ってたんですけど、ね、まだ見てないんですけど、はい、見てからよかったらおすすめしようかなみたいな。名作ですから大丈夫です。このスター誕生、これはね、そうですね、結構泣きますよね。リメイク映画ですけどね、うん、バーブラ・ストライサンドが熱演ですよね、うん、熱演ですよね、この曲がいいですね、アスターイズボーン、この曲がいいんですよ。です、ね、これもおすすめですね、はい、You're blowing my act. 最後は悲しいのこれもう思い出しただけで歓喜余ってますけどね、森さん。歓喜余ってますね、仕事のね、前の日に見ちゃって、涙で、ちょっともう目が明るいのがあれちゃって仕事にならなかった。モーニングエブリバディ。さあ、私小森屋はどこに来ておるかというと、今自動販売機のトップメーカー富士電機さんに来ております。何しに来たって、レンタルビデオの自動販売機があるんですね。びっくりしたろ、びっくりしたろ。さあ、後ろを見てください、これです。ね、このね、ボックスの中になんとビデオが300本以上入ってるんですね。これがインデックス。これだけでまだ100本ぐらいしかないから、ビュッて裏を回すと、ほら、また出てきちゃう。早速借りてみましょう。このカードを今借りてきました。さあ、早速ここにカードを入れて、返却予定日を数字でお選びください、ね、2番、商品番号、何がいいかな。お、48時間、渋いですね。じゃあ138番を押してみましょう。138番、こちらの商品でよろしいですよ、よろしいですよ。はい、選択終了。お金を100円こちらに投入します。お、今ジーッと音が聞こえました。今聞こえましたか？ジーッ、はい、出てきました。ここからビデオが出てくるんですね。ほら、出てまいりました。これ返却するときもね、こちらにニューッと、このバーコードを上にしてニューッと入れるだけでいいんです。どうだい、新時代のビデオレンタルっていうのはこういう感じなんだろうね。この機械はね、富士電機さんが開発しましたビデオトラムっていう機械です。これがみんなの街にもどんどん登場するっていうから楽しみだね。でもちょっと秋元さん、こういう心遣いが憎くないですか？はい、いいですね、いいですね。落ち込んでいる今日はね、ブレブレがいいですね。会社で学校で嫌なことがあった、何をしてもうまくいかない、いいことが何にもないっていう時にはこういうのをおすすめするってことですよね。
グレートブルー、これがいい、これ名作ですよね。これがとどめさせるやはり、これとどめさせますね。これ劇場ではね、あんまり当たんなかったんですけども、うん、もう口コミでね、あの映画はすごくいい映画だっていうことで、うん、そうですね、人気得てますからね。いまいち日本ではまだあの、ね、認識度が低いみたいですけど、まあ、知る人と知る名作ですね。そうですね。この映画は女性に見てほしいっていうことですね、オフィスで働く女性、これから働こうと思っている女性におすすめしたいビデオということで、ね、はい。私も海大好きなんですけどね、沖縄にいた時にあの水中カメラでちょっとだけこうやって潜って魚の写真とか撮ったことあったんですけど、じゃあこれはそういうあの物語プラス海の素晴らしい魅力も味わえちゃうということですね。続いてはメガキッズからのおすすめビデオ。夏休み東京ディズニーランドで思いっきり遊びたいと思っている人、その前にこのビデオを見れば面白さ100倍。5つのエリアの魅力を美しいアニメーションとおなじみの音楽を織り交ぜて紹介したビデオです。人気のアトラクションはもちろん、意外に知られていない見どころ、隠れた東京ディズニーランドの面白さもたっぷりと入っています。東京ディズニーランドに行く人は絶対見ておいた方がいいぞ。どういう感じがいいですかね。もうぐちゃぐちゃがいいのか、あるいは割と心理的なのがいいのかで好みが分かれちゃうんですけどね。そうですね。あんまり森口はホラーは見ないタイプで、なんか気持ち悪くて怖いなみたいな、一人暮らしですちょっと嫌だなみたいな。そうですか。彼氏でもいればキャーとか言ってますけどね、一人でキャー寂しいみたいなね。あ、私にまたもうちょっと興奮するところなんだから。そう、どうでしょうかね。そうですね。ほらね、怖い。あ、これ怖かった。キャリーはね、これはキャリーホラー映画のこう歴史に残るね、うん、定番の映画ですからね。これにジョン・トラボルタが出てたって知ってました、あのまだ無名でいじめる方の、男子生とかなんかの映画で出てましたね、これおすすめです。みんなのなんていうの、こういういじめっていうのがすごいなんか、そうですね、ドロドロしてて怖いですよね、もうなんか仕掛けをこうずっと伏線をね、最初からあれして単純ないじめじゃなくてもそこが深いですよね。そう、そこが深いいじめというか、本当にネチネチしててね。そうね、いいのかしら、こんな美味しいシーン見ちゃって。ラブロマンス。ラブロマンスいいやね。どうでしょうかね、やっぱりね、これからどんどん恋を積み重ねていく女の子たちには必見じゃないですか。こういうのにね、まあ、恋のレッスン ABC って感じですか ね。今テレビ見てる子たちがティーンエイジだから、ね、この辺のなんかをバンバン、あ、あれでセンプルルームオースファイヤー、これはいいですよ、これはもうおすすめ、ね、これはもう多くを語りません、ね、一言見てください、ね、この曲もいいんですよ、あのデビッド・フォスターの、ね、アレンジがすごく綺麗なんですよ。学生時代セントエルモスという酒場をたまり場にしていた7人の仲間たち、社会に出てそれぞれの人生を始めた彼らに様々な苦難が待っていました。若者の愛と友情を鮮烈に描く青春ドラマです。セントエルモスと出演者が同じなんですけれども、はい、これも面白い、昨日の夜はという、これも非常に実感のあふれる青春映画で、ロブローとデミムーアというね、この2人の同棲生活の、行方を描いた映画なんですけれども、これからそういう深刻な恋愛問題になる前に見てくださいね。そうですね、はい、結構なんかああそんなのかみたいなってね。大都会シカゴでお互いに全く束縛しない自由な共同生活を始めた男と女、クールな愛を求めた2人に起こるトラブル、現代の愛について語る作品昨日の夜は見た方がいいぞ。東京の板橋区に来ております。僕が紹介するビデオショップはこの奥にあるんですよ。なんだこれはね、宅配オンリーのビデオショップなんです。こんにちは、お邪魔いたします。わー、もう本当に普通のお家ということなんですけども、ね、山田さんよろしくお願いいたします。あの宅配ビデオショップというのは、はい、初めて聞いたんですけども、社員さんに会ってもらって、それで、まあ、見たい時に、あの電話をしていただければ、ご希望のビデオを、その自宅まで届けるっていうようなシステムです。もう至って簡単。そうですね、ピザとかラーメンの同じように、そうです、ね、電話一本で届けてくれる。そうです、会員さんになってもらったらこういうふうなこうパッケージをして、それでまとめて5本単位で、あのお
客さんの方に持って行って、それで見ていただいた分だけお金をいただくっていうフォーマシステムを取ってるんですよ。これはあれですか、もしかして置き薬みたいな。そうです、それをヒントに入れてやったんです。それで見て、例えば部屋にあって、こういう風にあってですね、まとめて持って行って、それでまあ自分で見ていただいて、これは見たいなと思ったら、これを見ていただければ、その見た分の代金だけいただくっていうようなシステムで、それを1週間単位でこう入れ替えするような感じですね。そういう方法もあるんですよ。電話がありましたね。どうぞどうぞ。もしもし、トラベルシアターです。はい、お世話になってます。84番の石井さんですね。はい、バットマン、はい、ございますよ。はい、すぐ申します。はい、ありがとうございます。お仕事の電話やっぱりこの時間帯ですよね。やっぱバットマン、これ人気ありますか今。やっぱり今ありますね。あ、そうですか、はい、じゃあどうぞ仕事してください。はい、じゃあバットマン持って、はい、ちょっとついていってみて。ピザとかだとね、作る時間待たないといけないですけども、作れてますよね。これはもうビデオが、在庫があればすぐお届けできるという。ああ、いいことです。いってらっしゃい、どうもありがとうございました。知ってた、この宅配ビデオ、勉強や遊びに忙しい君にはぴったりかもしれないね。あ、なんだこいつ、水着になってる。井森さんね、え、振り越し時代の悪夢。なるほど、バッチャー当たり常夏娘、ね、あれ高島さんも出てるんですか。これは舞台ですね。これはテレビドラマのビデオ版です。あ、映画じゃなくてテレビドラマなんですね、はい、あ、じゃあちょっと水着になってるんで、うん、見てみたいですね、これは。森口も見たがっていた井森美幸の水着姿、男を好き放題選んではアタックするというとんでもない女どもの生態を描いたラブコメディ、バチ当たり常夏娘。これは割と面白いですからね。あれいかがでしょう、僕らの七日間戦争。あ、宮沢りえさんが、そうです、出てくるやつですね。まだ宮沢りえさんのこれのデビュー作ですね、映画の、非常にこの中でもね、フレッシュな魅力で、この中学生の可愛い判断を描いてる映画で、ういういしい感じで、ね、でもさ、よく動いてるな。お姉さんクラクラ来ちゃうね。この選手もおじさんもクラクラ来ちゃうかい。もうたまんないですよ。あ、木本さんったら鼻の下がピューヨン。誰の名前かわいい。はい、というわけで色男の松村がお伝えしますけどもですね、今日はですね、もう邦画ファンの人にはおすすめです。もう字幕読むのが面倒だそういう人にはですね、こちらです。東京駅の近くでありますよね、ビデオメイツ、ビデオメイツ、ビデオメイツ、スクールメイツ、それは森口博子になってしまいますけど、ね、これ見てください、もう邦画だらけでございます。見てください、すごいですね、こちらです、見てください、いろんな邦画ありますけど、あ、懐かしいですね、これは、松田優作さんも出てましたですね、家族ゲームですね。うわ、こんばんは、松田優作です。僕の家族ゲームです。うじゃ、うじゃ、うじゃ、ほら、知ってくるわよか、見てくれ、うや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 、いや懐かしいですね。いや、思わずね、松田優作さんが生き返ったのかと思ってしまいましたですね。いや素晴らしい方で、あ、こちら見ますと何でしょうか、これ善人の条件ですね。でこういうね、映画にはですね、必ず主役のね、この津川雅子さんもいますけどね、主役の陰には脇役がいますね。こういうドラマにも、こういう映画にも必ず脇役出てます。松村達夫です。都会の岸本君か、そりゃまずいぞ。いやー、懐かしさがまた蘇ってしまいました。あ、小林明さんもありますね。どうも、小林明です。俺の映画も見てくれよ、大草原の渡り鳥。リコちゃん、リコちゃん、トラさん、おらびらよ、イラカのおいちゃんはどうしてる、タコ社長はどうしてる、ふとそう思い出すよ。トロ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 よ、大変だよトロトロよ、タコ社長、トロ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 大変だよトロよ。僕も兄さんの気持ちがわからないな、前田銀です。なんでこんなとこに私の映画があったんでしょうか。すごいですね、その男キョボリ好き、見ました、もう他の映画なんか見れません、見てください、なんていうかこの226、バカ野郎お前、226ってホテルの鍵じゃない、何がお前ツインズだバカ野郎、ツインズなんてあんな似てない双子があるかバカ野郎、くだらない、やっぱりお前俺の映画が一番だ、俺の映画は日本一、日本一だ。まあ、私がもう黒沢明とロスプリマスもですね、まあ、そういうことは何でもいいですけどですね、いや、くだらない映画が多いな女、やっぱり俺の映画が一番、俺の映画が一番だ。あれ、誰もいないじゃないか、おいおい、カメラカメラ、あっあっ、コマネチコマネチ。
噂のあいつがやってきた。もう街中がエキサイティング、メガドライブ DJ ボーイ。そしてウィープラッシュ、最強兵器パワークローで敵を叩き倒せ。メガドライブで緊急発進、ウィープラッシュ。セガダーウィン4081突然変異発売。進化をコントロールして究極体となれ。超進化シューティングダーウィン4081メガドライブから。セガ誘導ミサイルとバルガン砲で敵を叩く、シューティングの傑作アフターバーナー2メガドライブに極まる。そして重装騎兵レイノスバイオブレード、今メガドライブ。セガ放送2週間総力を挙げてついに完成、メガキッズ劇場森口博子のムーンウォーク。猿回し森口博子はチンパンジーのボブルスを引き連れ、町から町へと渡り歩いては道行く人に芸を披露していた。待って、連続誘拐事件のニュースです。原宿で突然子供が消える事件が続いていますが、今日また新井美恵子さん10歳が買い物の途中何者かによって誘拐されました。警視庁では原宿連続誘拐事件として被害者の救出、犯人の逮捕に全力を挙げています。美恵子ちゃんがさらわれちゃったんだって。突然誘拐された新井美恵子、その裏に大きな事件が潜んでいるとは。さてこちらは本物、マイケル・ジャクソン自らアイデアを出したマイケル・ジャクソンズムーンウォーカー。ダンスとアクションでマイケルが大活躍。いよいよ8月下旬登場です。今日はですね、メガキッズ TV でビデオショップを森口さんは探検してみたわけなんですけども、まあ好きな時に自由に
ヒット作とか、まあ、名作とかをね楽しむことができるのがこのビデオショップの魅力じゃないかなって思うんだけど、よくほらの休みの日にね、休みの日の過ごし方がわからないとか、なんか時間を無駄に過ごしちゃうっていうなんか子がねたくさん周りにいるんだけど、そういう人はねその時間の使い方に困った時はもう絶対ビデオをね何気に借りてきてみるのがね一番時間のね上手な使い方じゃないかなって思うんだけど、じゃあここでね森口さんからね君たちにおすすめする名作を紹介し、これはねいろんな個人的な思い出があって涙が出てきちゃうんだけど、まあ、バーバラ・ストライザンドの追憶、まあでもちょっとお尻が青い君たちに分かるかどうかちょっと分かんないけど、まあとりあえずは見る価値がある作品なんでちょっと見てみてちょうだい。森口が絶対おすすめのビデオ、シナリオライターを目指す若者と政治運動に情熱を燃やす女学生が結ばれる。しかし愛しながらも生き方の違う二人は別れた。そして年月は流れ再会の時がやってくる。永遠のラブストーリー追憶。いいでしょってちょっと見ただけで分からないけど、まあとりあえず私のおすすめっていうことで絶対見てくださいね。それじゃあメガキッズ TV ここからお別れしましょう。バイビー。サーキットにエグゾーストノートが響くとき、一瞬のためらいが勝者と敗者を分けることもある。グランプリ全16戦を走り抜け、1万2000回転でシフトアップ、6速で第1コーナーに突っ込む。ヘアピンは7速から2速へ。ライバルを捉え S 字で抜く。400キロ旋回、トップに立つ。そしてチェッカーまでぶっちぎりだ。スーパーモナコ GP。 セガさて、横斜めクリア、頭開館。コラムスメガドライブで。セガ。悪の組織、愛を追い詰めろ。五感で戦え、超サイバーアクション、イースワット、メガドライブ。セガ。この番組は楽しさ無限大、セガエンタープライズスがお送りしました。いきなりプレゼント応募待ってるよ。来週もよろしく。